はいどうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら iPhone SE 2 iPhone XR iPhone 11、この機種たちは 44,800円、 54,800円、 64,800円ということで、かなり安めな iPhone のシリーズになってます。今回はこの中でどれを買うべきなのか、そして iPhone 12と比べたらどうなのかっていうのを紹介の方をしていきたいと思います。ということでやっていきましょう。まず iPhone SE 2、これはね今年出たモデルです。2020年の3月。でこちら iPhone XR に関しては2018年の9月、 iPhone 11に関しては2019年の9月になってます。なのでこの中で一番新しいモデルっていうのは一番安い iPhone SE 2になってます。でその次に新しいのが iPhone 11、 その次が XR っていう感じになってます。 XR に関しては2018年の9月なのでもう2年前の機種になりますね。でですね、この中で iPhone XR っていうのは他の機種にないブルーだったりコーラルっていう色が XR にはあります。ちなみにこれ11のブルーとはね全然違う色なので、水色が好きな方はこの XR しか選択肢はなくなりますね。でイエローっていうのは iPhone 11にもあります。色合いっていうのは毎回ちょっとずつ変わってますね。でコーラルに関してもこれと似たような色っていうのは、まあ、iPhone 12 とかにもないですね。 iPhone 11にももちろんありません。11の特別な色っていうのはパープルとグリーンになってます。はい、それが空張りでした。で比べるとですね、 iPhone XR と iPhone 11はこの iPhone SE 2よりもベゼル幅っていうのがねちょっと太めになってますね。まあただ上下のベゼルっていうのはね iPhone SE 2はババンとタッチ ID とかあることによっていっぱいあるので、その点はちょっと変わってますね。で筐体に関してなんですけども、 iPhone XR と iPhone 11っていうのはこのカメラの数以外は筐体のサイズとかっていうのは全く変わりません。ということで見ていきましょう。はい、まず画面サイズ、 iPhone XR と11は 6.1 インチに対して iPhone SE 2っていうのは 4.7 インチと小さくなってます。ただねこの画面サイズで注意点があって、 iPhone XR と11はここの際ですね、画面の左下から画面の右上、ここまでで 6.1 インチです。それに対して iPhone SE 2はここの画面の左下からここまでで 4.7 インチで、これ iPhone SE 2は比率が16:9で、 iPhone XR と iPhone 11は 19:5:9 になってます。 YouTube の動画っていうのはね16:9がメジャーなので、この iPhone XR とかね11っていうのはここの部分ですね、ここの部分とここの部分に黒い余白っていうのができます。なので動画を見るときだとそこまでね大きさっていうのは変わらないです。 SE 2だとこの辺かな、ここのちょっとした幅っていうのが変わるぐらい、そんな感じになってますね。ただブラウジングとかの場合はここの上までフルで使えるので、そういった場合はかなり画面サイズの差っていうのを感じると思います。でこの3機種に関しては有機 EL ディスプレイは採用してなくて全部液晶になってます。なのでダークモードで省エネ化とかそういった方法も使えないですね。で次 4G LTE 通信っていうのは全て一緒で、 iPhone SE と iPhone XR に関しては両方とも広角カメラ、11に関しては超広角がついてます。で超広角がついてることによって 0.5 倍と1倍でズームレンジは2倍ですよと。でこちらが違います。 iPhone XR は2年前の機種ということで、チップも2年前のものを採用してます。 A12 バイオニックチップ、 iPhone 11と SE 2はこっちが1年前、こっちが半年前なので両方とも A13 バイオニックチップを搭載してます。なのでまあ iPhone 12と比べると iPhone XR は2年分チップっていうのが古い、 iPhone 11と iPhone SE は1年分チップが古いっていう感じになってます。でこのチップの世代が違うとどうなるかというと、例えばね今 iPhone 6s まで iOS 14に対応してるんですけども、今6は対応してません。そんな感じでねサポートっていうのが1年分早く止められます。なので iPhone XR よりも iPhone 11の方が1年分長く使える、そういった感じになりますね。ちなみに iPhone 12を選ぶと iPhone XR よりも2年分長く使えるっていう、そんな感じになってます。でもちろんねそのサポートだけじゃなくてサクサクさっていうのもね2年分とか違ってきますので、この辺はねかなりスマホを使っていく上で重要なものになってます。スマホの中で一番大事なのがこのチップですね。はい、次ビデオ再生時間、これはまあバッテリーの持ちですね。バッテリーの持ちに関しては iPhone SE 2が13時間、これはね結構短いですね。スマホをねよく使う方であれば1日持ちません。 XR11 に関してはまあ1日まあまあ使う人であれば持つかなっていう感じですね。1日中使ってるって人はこの辺持たない可能性もあるので、まあ、自分がどれくらい使うか、まあ、モバイルバッテリーを持っていけばいい話なんですけども、モバイルバッテリーを持っていきたくない方はどのくらい1日使うかっていうので、まあ、選んでもいいかなとは思います。でそしてフェイス ID とタッチ ID、 これが違いますね。僕は断然フェイス ID 派なんですけども、タッチ ID 派っていう人はこの iPhone SE 2を選ぶことになります。フェイス ID もね
iOS13.1 とか4とかなんかその辺でマスクをしてるときはね、パスコード入力画面に瞬時で飛ぶようになったので、この辺でねあんまり不便な点っていうのはなくなったかなって個人的には感じてます。で、背面も前面も両方とも全部ガラスです。ちなみに iPhone12 はセラミックシールドというので前面だけかなり強化されてます。側面は全部アルミニウムで一緒で、防水性能が iPhone11 だけ水深 2m で、 iPhone XR と iPhone SE は 1m になってます。ただ僕昔 iPhone7 を使ってたんですけども、 iPhone7 も 1m、 これでね風呂の中で全然使ってたので、まあ1メートルでも十分じゃ十分っていう感じはあります。続いて容量ですね。一番下は全部64ギガになってます。 XR は128ギガバイトまでなんですけども、 SE と11っていうのは256ギガまで搭載することができます。なので2頃欲しいっていう方は11か SE の選択肢になります。まあただ大体の方は128ギガバイトで十分ですね。僕は64ギガでも十分です。はい、次画面なんですけども、 iPhone SE2 これレティナ HD で、iPhone XR と iPhone 11はリキッドレティナ HD になってて、なんかねこれリキッドレティナ HD の方が画面綺麗なんじゃないかって思う方もいると思うんですけども、このリキッドレティナ HD っていうのはこの画面の端が丸まってるか角張ってるか、これで決まってます。 iPhone 11と iPhone XR はここの端が丸まってますので、これでリキッドレティナ HD っていう感じです。画質の差はありませんので、その辺は注意してください。これ 326ppi、 これはピクセルパーインチで1日あたりどのくらい詰まってるかっていう感じなんですけども、この数値を見ても iPhone SE2 のレティナ HD とリキッドレティナ HD 両方とも同じっていうことはわかると思います。ただ画面サイズが違うので解像度っていうのは変わってます。まあ、両方とも 1920×1080 のフル HD の解像度っていうのはないですね。はい、でコントラスト比も液晶なので全部同じです。最大輝度も全て一緒なので、画面に関しては大きさと比率っていう感じです。続いてこちら、ここがね重要です。サイズと重量。 iPhone XR と iPhone 11は高さ150mm、 幅 75mm ということで、ね、これかなりでかいんですよね。やっぱり片手操作だとアイリングとかモモスティックとかそういったものがね必須になってくるぐらいでかい端末なんですが、 iPhone SE2 はそういったものがなくてもね片手で操作っていうのが簡単な機種になってます。なんでコンパクトな機種が欲しいとか、あとは片手で操作したいっていう方なんかはこの SE2 がおすすめです。なんといってもこの重量、 194g と 148g ということで 46g 違います。この 46g っていうのは結構でかくて、でこの 194g からしたら4分の1なので、 iPhone XR とかの4分の3の重さになってます。そう考えるとね、この iPhone SE2 っていうのはかなり軽い機種だということがわかると思います。この 194g かなり重いですね。これ iPhone 11 Pro が 188g なんですけども、これでもね結構重いので、まあ、160は切っててほしいなって個人的には感じてるので、この iPhone SE2 はかなり軽くていい機種になってます。で防水に関してはさっき言った通り、チップに関しても言った通り。はい、次カメラ。カメラに関してはこの XR と iPhone SE2 広角 F1.8 一緒なんですけども、これ確かね画質っていうのは違ったような気がしますね。で iPhone 11に関しては超広角のやつがついてます。ナイトモードがついてるので、暗い場所でも綺麗に写真を撮影することができます。ディープフュージョンで画像の処理っていうのも変わってます。手ブレ補正は全部ついてて、ただこの iPhone 11の超広角に関してはこの光学式手ブレ補正対応してないので注意してください。で HDR 撮影に関しては、この SE2 と iPhone 11はこの XR よりも一世代新しい HDR を搭載してます。それによって写真が綺麗に撮れると思ってもらって OK です。でビデオ撮影に関しては 4K60 フレーム全て撮れます。拡張ダイナミックレンジは30コマなんですが、 iPhone 11だけ60コマ全てステレオ録音に対応してますね。続いてインカメ、これもね結構表記上で注意が必要で、この iPhone SE2 は FaceTime HD カメラ、 iPhone XR は True Depth カメラで、 True Depth カメラの方が綺麗なんじゃないかと思うんですけども、この FaceTime HD カメラと True Depth カメラの違いっていうのは、 Face ID だったりアニ文字ミー文字のセンサーだったり、そういうのが搭載されてるかされてないかの差になってます。で画素数に関しては SE2 と XR がインカメ7メガピクセル、 iPhone 11は12メガピクセルということで、外カメと同じ画素数になってるのが iPhone 11ですね。で明るさに関しては一緒で、次世代のスマート HDR に対応してるのは iPhone 11のみで、インカメで60コマ撮れるのは iPhone XR と iPhone 11、 iPhone SE2 は30コマまでになってます。
で、4K ビデオが撮れるのは1200万画素搭載した iPhone 11になってます。で、アニ文字、ミー文字が使えるのは Face ID を搭載した iPhone XR と iPhone 11になってます。iPhone SE 2はタッチ ID なのでアニ文字、ミー文字は使えません。で、クイックテイクビデオは写真撮るときにシャッターボタンを長押しすると動画が撮れるモードですね。XR は長押しするとバーストになったんですが、11とか SE のこのクイックテイクビデオ対応してる端末だとシャッターボタンを押して横にスライドでバーストモードっていうのを使うことができます。はい、そして 4G の規格が変わってます。iPhone XR は2年前のモデルなので 4G LTE アドバンスド。11と SE に関してはギガビット級の LTE になってます。で、iPhone XR は Wi-Fi 5の 11AC まで。iPhone 11と SE は Wi-Fi 6まで対応してます。Bluetooth は全部同じで、iPhone 11だけ U1 チップを搭載してます。フェリカは全て対応。はい、そしてオーディオ再生、空間オーディオ再生に対してるのは iPhone XR と11。iPhone SE 2は普通のステレオ再生のみですね。Dolby Atmos っていうのも iPhone SE 2は対応してません。HDR 動画の再生は全部できます。そしてワイヤレス充電も全て対応してて、こちらバッテリーの持ちですね。 iPhone XR はなぜかストリーミングは車線になってます。これはどういうことなんでしょうか。で、高速充電に全て対応してます。付属のヘッドホン、イヤーポッツだったり充電器っていうのは全て付属しなくなりました。で、 SIM カードはナノ SIM と eSIM っていうのは全て一緒です。コネクタはライトニング。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こうやって見るとですね、 iPhone SE 2が 44,800 円で一番安くて一番新しいということで、こちらの iPhone SE 2がコスパ高くなってます。最新のチップを搭載してカメラもまあまあいいものを積んでます。インカメに関してはちょっとグレードダウンしちゃうんですけども、外カメは綺麗に撮れます。ただね、この16対9で上下のベゼルが太いということで、ちょっとね古い感じのデザインにはなるんですけども、結構ねタッチ ID 派の人もいるので、タッチ ID 派で安いのが欲しい、そしてコンパクトのが欲しいっていう方は iPhone SE 2かなりいい端末になってます。で、 iPhone XR っていうのはね、安くて大画面ではあるんですけども、まあ、今後長く使えないっていうのを考えるとあんまりおすすめではないですね。この SE 2の方が長く使えます。まあ本当に大画面が欲しい方だけかな。あと、このブルーとコーラルが欲しいとか、そういった方のみになります。で、11に関しては、この3機種の中だとね、まあ、おすすめではあるんですが、今、iPhone 12ってやつが出てます。iPhone 12は画面サイズ同じで、筐体は小さく、重さも軽くなって、なおかつ、価格は iPhone 11よりも1万1000円アップなので、こっちの iPhone 12の方が断然おすすめです。なので、まあ、iPhone 11はあんまり買いではないっていう感じですかね。まあ、安く大画面が欲しくて超広角も欲しかったり、あとは A13 チップが欲しいっていう、そんな感じかなと思います。こういうねスマートフォンとか、あとパソコンとかね、こういった電化製品っていうのは技術の進歩とかっていうのがね結構著しいので、やっぱり新しい端末を発売した直後に買うっていうのが一番コスパよく買える感じになりますね。 iPhone に限っては発売から3ヶ月とかで安くなったりもしないので、この中で買うんだったら iPhone SE 2、全ての選択肢から入るんであればこの iPhone 12が今一番おすすめかなと思ってます。 iPhone 12 mini に関してはね、今後11月6日に予約開始されますので、小さい端末が欲しい方はこの S1 じゃなくて iPhone 12 mini を選んでもいいかなとは思います。ということで以上、今回は iPhone SE 2と iPhone XR と iPhone 11比較してみました。他にもね聞きたいことあればぜひコメントしてください。以上、バイ。